79年前の沖縄戦の激しい艦砲射撃や爆撃は地形や海岸線の姿をも変えていたことが新たな研究で分かりました沖縄戦の実態を物語る新しい戦争遺跡の発見です糸満市の平和記念公園にあるマブニの丘の断崖です巨大な岩石が連なり壮大な景観が広がっていますが これが自然に生み出されたものではないことが新たな研究で分かりました。これが千百四十五年の漢方射撃による砲弾の作列によって発生したということを突き止めまして、七十九年前の沖縄戦でアメリカ軍は 幹線からの激しい漢方射撃を地上に向けて浴びせました琉球大学工学部の中澤映像教授の研究では沖縄戦の激戦地となったマブギ農家の断崖の崩壊や鋭く裂けた岩石は漢方射撃の砲弾の破裂で割れたものだということがわかりました自然の風化で岩が割れることもあるけども こういう形で岩が割れるということはないですね。人工的なあま雨、何らかの爆風によってですね、破壊されたと判断できるわけです。また、米津海岸や荒崎海岸、それに久高島のリーフ状に存在する無数の岩石についても、これまでは台風による高波で珊瑚礁が破壊されたものと考えられていましたが、調査の結果、 砲撃によるもので、周囲には爆発の痕跡が多数見つかりました。海岸線を集中的に狙った砲弾であると想定できます。穴があったり、リーフ上のこの痕跡だったりと、でそれに沖縄線のダンコンと名前を付けました。バブリのあの崖の崩壊した岩場もですね、沖縄線の石とま読んでいく方が良いのではない。か 沖縄戦の石と沖縄戦の弾痕は、激しい艦砲射撃の実態を物語るものだとして、中澤教授は、戦争遺跡として平和学習などに活用が広がることに期待感を示しましまた。このような痕跡は、キャン岬から久高島にかけてのリーフや海岸で見つかったもので、やはり最後の激戦地となった本島南部に多いことが分かります。 これまで気づいていなかった新たな事実が戦後79年たって発見されたということで改めてこうした研究の必要性というのを感じますねそうですね。